はい、っていうことで今日はシーズン3が始まったということで、マウフィンとシュンシャンにシーズン3の競技シーンとかその他諸々どういう風に思ってるか私の意見も踏まえつつ、今日は雑談しながらトリオアリーナ回していきたいと思います。はい、ちっちゃいみんなこんにちは。今日はアリケンのクリエイターサポートを教えるよ。アリケンのクリエイターサポートをするとアリケンの体重が1人につき1キロ増えるよ。クリエイターサポートの ID は簡単、 ARIKEN、 N は1個、アリケンで入れてね。そしたらアリケンが太りすぎて爆発するよ。 3,2,1 ドーン。はい、ということでシーズン3始まったということですけど、どうですか、ぶっちゃけな感想としては。めちゃくちゃ楽しい。楽しい。本当に？ここ行こう。よし行こう。降りてみて、下に見てみよう。まあ、シーズン3変わったところと言っては、軽く言うとショットガンが鬼のように弱体化されました。そうですね。プロの中でもあんまりショットガン持つのどうなのみたいな。僕は今日のスクリーム全部 SMG と AR だけで。ぶっちゃけどっちの方が強い、ショットガン持ってるのと AR と。 SMG なので昔のフォートナイトはもういません。ぶっ壊れてる武器パート1、これです。やった。これが鬼のようにぶっ壊れてます。勝てるよ、ショット。まあ、こういう風に見てもらうと分かるんですけど、 ADS して敵に弾当てるだけで22とか凄まじい勢いで敵が削れていくんですよ。なのでマウフィンとかエイムのいい人が使ったらやばいんですよね、この武器。まあでも今シーズン変わった点といったら、やっぱマップとショットガンの弱体化、そして SMG の強化。そうだね、強化だね。これはもう AR の強化やな。 AR の強化じゃない、これはバグ。 AR のバグです、これは。あ、あれ？そして僕が死ぬ？マウ？プロでもやられちゃうと、こういうのでね。そうなんだよね。なんか昔はショットガンが強かったから編集と建築うまければどうにかなったかもしれないけどさ、今アサルトライフルの方が強いだからむずいよね、普通に。あ、でも僕は今週、ね、はい、皆さん見ましたか、今の。今の見ましたか、皆さん見ましたか、今の。いや、これはちょっとね、相手さんがうまかっただけやな。まあ、たまたまうまくいっただけだよな。あれ、シュンシャンさん、これポンプショットガンって書いてますけど、シュンシャンさん。いや、もうそんなんいらないっす。なんすかそれ。皆さん、これが現実です。でもアリケンさん見て、これこれが返ってきた。ナイフ当てやすいけどね、めっちゃ。あ、そうなんだ。あ、だったらシュンシャン強化月間じゃん、だいぶ。なんかリブートもなんかすごい長くなったっぽいからね。え、しかも上から復活するようになったからね。ね、で、これ触れば触るほど。そう、そうそうそう、早いです。まあでもトリオ終わったからな、正直。やばい。はい、まあこういう風にね、皆さん ADS してヘッドショットに当てるだけで勝てるんです、今のフォートナイト。見ましたか、今の。いや、でもアリケンさんはちょっと文句言いすぎだよ、やっぱり。僕フォートナイトの好きだから、その文句言いたくないよ。まあ文句言うとしたら、 SMG を弱体化させるのと、ショットガンを強化させるのと、マップを変えるのと、あとはまあリブートのこれもそうでね。あと、まあたくさん出てきます。いや、俺よりクレームが多い。ああ、やばい、まあでもそんぐらい変えてほしいって感じは、まあ俺も思うところはあるよ、正味。SMG やばい、もうとにかく。そう、やばすぎる、正直。まあでも最初のね、ぶっ壊れてるだけだからね、まだわかんないけど。はい、今みたいにね、はいはい、一瞬で、ね、敵が、はい、目の前からまだ敵が来るんですけど、まあこれもね、まあ、シュンシャンと一緒にね、まあこういう風に詰めてね、めっちゃいる。そう、こういう風にゴリ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 。ちょ、敵多すぎ。まあもうショットガンがなしでもね、こういう風にゴリゴリにね倒していけると、正直ショットガンが当たんなかった俺からすると結構 おもろい、割と。ああ、ゴリ押していけるから。そう、多分ね、初心者救済装置だと思うよ、このアップでは。なるほどね。デッデッデッ、やったぜ。ナイス、いけ、アリケンさん。 OK。 いや、もうそう、敵も使ってるんで、こういう風に一瞬で死にます。お前、その距離のスナイパーやばい、シュンシャン。え、僕ちなみにアイテム欄見てもらえばわかるけど。やった、ナイス。いやいや、いけ、マフィン、いいよいいよ。はい、ナイス、はい、チャプター3でも強い。まあデメリットを今挙げていったんですけど、でもいいところもあるんですよ。まあマップ結構俺は好きです、この冬の感じと。マップでも好きだな、結構広いしさ、広く感じるし。え、マップどうな、マフィン。え、普通に嘘なしで、嘘なしで言うとめちゃくちゃ嫌いです。え、嫌いな。高低差が激しすぎて。まあ確かに確かに、スクリームやって思うけどやばいね、競技シーンの方は。やばいと。スクリームをやってみてやっぱやばい、今回。運要素多い、それともなんか狙えば取れるの。例えば、うん、途中にアンチここに行かなきゃいけない、先に移動するじゃないですか。はいはいはい、はい、障害を打たれて死ぬ。じゃ逆に後から移動してみよう、前から打たれて死ぬ、はい、これやね。まあアサルトライフルが強すぎて移動ができないって感じ。すいません、出力でカバーできるとこありますよね、少しは。で、あと何がやばいけど、シュンシャン、鉄立てて、このサブマシンガンが本当にひどくて、建築ダメージがめっちゃでかいんすよね。
ちょっと完成してからで、完成してからでしょ。正解、はい、じゃあ500いきますよ。ワンマガジンで解けるんでしょうか。いきまーす。はい、はい、残り弾9発残して鉄の壁が崩れます。なんか敵来たな、説明途中に。強いっす、このサブマシンガン。このサブマシンガンとこの AR が明らかにして、ほらね、こういう風に一瞬で崩れて、一瞬でね、こうやって建築が敵にちょっとでも弾が当たるとこういう風に一瞬で削れていきます。あ、そうだ、待って、有毛さん見て、あ、尋問がね、消えたんすよ、このシーズンらしいね。なんでなのね、結構尋問全然いいと思うけどな。ね、めちゃくちゃ良かった。まあ今プレシーズンだからね。そう、まあ、こっからはそう、環境変わる可能性はある、ね、環境が変わる可能性はある。このでも一番最初の環境でさ、フォートナイトがどういう風なゲームにしたいか分かるけど、やっぱりフォートナイトって何かが新しくなるにつれてショットガンを弱くしたがるよね。やっぱポンプだってさ、悪いって言われてないしね。そう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 、なんなら前ポンプが弱くなった時にさ、すごい不評で戻したわけじゃん、ポンプ戻してね。でまた今回シーズン3になってポンプが弱くなったっていう、まあフォートナイトをやってる人間は多分ポンプが弱くなることに対して結構不満持つ人が多いと思うの。いや、おね、そうだから、そんな中やっぱポンプが弱くなったもんだからさ、結構その今までフォートナイトを、まあ、ポンプで練習したり、まあ、言ったらエディットでパーンっていう動きがフォートナイトあったと思うんだけど、それがあんまりなくなったんだよね。そうね、まあでも新規の人はだいぶ始めやすくなったんじゃないのかな、うん、ショットガンでこういう姿勢とかで倒せるから。そう、なんであいつはずっとエリアがいるんだ。リアルな話すると、マジで全部変えた方がいいね競技で言うと、それともフォートナイトで言うと、まあ、競技で言うとだよ。まあそうね、フォートナイトで言ったらそんな変えなくていいけど、まあ競技は確かにこれの競技どうなるんだろうっていうのは正直めっちゃあるな。だから、まあ、FNCS 楽しみであるけどな、うん、まあ見てのお楽しみよな。そう、でも一番俺嫌なのがやっぱマウフィンたちが競技しながら競技クソっていうのマジ嫌なんだよね、やっぱ、うん、まあ、楽しい競技だってほしいよな。そう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 、でもそれを言うのも仕方ないなとは思うけどね。やっぱ今まで前シーズンとかめちゃくちゃ楽しかったけどね。そうね、まあ、前シーズン、あ、なんか安定してたよね、いろいろ、なんか武器とかも。そうね、今シーズンもね、ショットガンがね、これね、出が遅すぎて2発目。いや、そうなんだよ、2発目が早ければいいんだけど、クラッチっていうのがね、そういう映えプレイがあんまりできなくなって。へぇ、いや、これマジで2発目次第。ダメージ数はまだワンパンがなくなったってだけのポンプみたいなもんだから、まあなんとかなるんだけどね。まあショットガンとしての運用はできるけどって感じだよね、うん、いや、まあ俺も正直昔からあのポンプが大好きだからさ、シーズン最初の方からやってるから、前ポンプが消えた時とかもさ、はぁって思ったけど、今回また弱くなったからな。いや、削り今ので46だからね、みんな悪く言ってるってわけでもないからな。そう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 、こうしてほしいって感じ。そう、こうしよう、そうそうそう、フォートナイトこうした方が良くなる、もっと面白くなるっていう。やばすぎ、やばい、俺死ぬ、助けて、任せろ。なら海外の方がひどいしな。やばいね、海外、うん、海外、いやーごめん、はい、ナイス。そうね、俺も海外のこと、はい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 、蘇生、はい、蘇生、はい、はーい、早っ、こんなんされたら終わりやん。やばい、相手も持ってるぞ、サブマシンガンか、アサルト、やばいやばい、なんか今いたぞ、チリタグするよ。オッケー、ありがとう。やばいやばい、2人来た、2人来た、上、いや、まあ、もうカオスカオス、いや強っ、ワンバンされたんだけど、そこ2人いられてる、やばい、ワンバンされた、多分2人とも白になってると思う。やばい、やらかした、まずいまずい、せっかくのビッグロイチャンスが、マウフィン頼む、頼んだぞ。さあマウフィンはショットガン持ってるね、ちょっと見てみようか、マウフィンのショットガンの運用の仕方、新しいショットガンをどう使ってるか。うまい、今何本入った？133。あ、130入るんだ。でもダメージじゃないよな、僕が言ってるのは。あ、その連戦のあれをね、使いやすさね。ナイスナイス、いや惜しい。いやでも今のもサブまであんな削られるんやな、一瞬でカバーされる。
俺目線ね、相手がめっちゃ強い人が来るとするやん、俺でもワンチャンあるんよね。まあ、そうやな、それが競技性ないよね。まあ、あーまあ確かに、まあそれは確かにそれは競技性ないな。そういうの埋められちゃうじゃん、そういうあれで。アリケンさん側からしたら多分楽しいだろうけど、その競技性ってことを考えるとやっぱあるよね。まあそうね、まあ、競技でやるならまあそういうちゃんと実力が出るものが欲しいって感じか。さすがにビクロイシーン欲しいね。動画を出した時楽しみだな、みんなの意見がなんて言ってるか。同じ意見だと思うけどな、競技の人はみんな。競技は同じやな、多分エンジョイ目線からするとまあ楽しい。エンジョイ目線の欲しいね、コメントも。丸々が楽しいみたいな。まあでも俺らは嫌いでこういうことを言ってるんじゃないのってのはやっぱ分かってほしい。良くなって欲しいから言ってる。誰も言わなかったらそのままになる。そう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 。これで戻る、もしかして。いや、天才。あ、いや、でも、まずい。うん、バレるな。やばい、画面の、やばい、画面やばい、何これ、やばすぎ、やばい、何これ。え、いる、いるいるし、やばい、どこにでもいるぞ。メリットあるのかよ。ジャンプある。やばいやばいやばい、画面もやばいし、やばい、うわやばい、うわやば、あの AR。 まあこういう対空もめちゃくちゃ当てられるからね。こういうシーズンだな今は。うん、こういうシーズンです。はい、ってことでチャプター3始まって、まあ我々の率直な意見を言いました。まあこれからアップデートとかでいろいろ変わると思うんで、まあ俺らが言ってることはすぐ覆るったりもしてるかもしれないんで、まあ皆さんの、チャプター3の感想も、コメント欄でぜひ教えてください。私たちの意見はこうでした。皆さんの意見も教えてください。それじゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。皆さんチャプター3楽しみましょう。せーの、またな。